イライジャー・ヒンスデール・バリットはアメリカの数学者で天文学者。彼はしばしば忘れられた天文学者と呼ばれる。イライジャー・バリットは1794年4月20日にコネティカット州ハートフォード郡ニューブリテンのオザクミノリエリフ・バリットとエリザベス・ヒンスデールの子供として生まれた。彼は10人兄弟の最年長で彼の名は母方の祖父。 イライザー・ヒンスデールから受け継いだものであった。彼の男兄弟で最年少のエリフ・バリットは、五重の言語や方言を操る外交官として、また事前化、社会活動家として知られた。イライジャーの幼少期の頃はほとんど知られておらず、おそらくニューブリテンの公立高校を卒業したものと思われる。18歳の時、彼はコネティカット州シムズベリーに送られ、 ここで単や職人としての技能を身につけた。また彼はシムズベリーにいた2年ほどの間に独学で天文学と数学を学び始めた。両親の元に帰るとすぐに彼は怪我を負い歩くのに杖をつかなくてはならなくなった。彼はこの不自由さを数学他の学問を続けることに役立てた。彼の学業は彼の友人たちの関心を引くほどとなり友人たちは バリットにウィリアムズ大学に行くように促した。バリットは1816年からウィリアムズ大学に入学した。彼は彼自身の勉学の資金を調達するため、マサチューセッツ州アシュフィールドのサンダーソンアカデミーの教師となった。この時の教え子にアメリカにおける女子教育の先駆者として知られるメアリー・メイソン・リイオンがいる。バリットは1818 18年に ウィリアムズ大学に戻ったが、卒業する前に大学を去った。バリットは、1819年に当時ジョージア州の州都であったミルチビルへ移った。それから数年間は、教師、土木工学者、そして、週刊の新聞の編集者兼経営者として働いた。1819年10月28日、彼はこの地で生まれ育ったアン・ウィリアムズ・ワトソンと結婚した。 彼らは5人の子を成した。この頃、彼はジョージア州政府からアラバマ州との宗教の一部をなすチャタフーチー、川探索に任命された。アトランタにある州の記録保管所には1826年からの活動の記録が保管されている。北部出身者ではあったが、バリットは彼の新聞で奴隷制反対に組みしていなかった。彼の善意の友人たちから、 奴隷制度廃止を訴えるパンフレットが送られてきたが、それらに注意を払う代わりに彼の事務所に置いたままにした。自然と友人たちは彼の見解に疑いの目を向けるようになった。ついには彼に対する感情は暴力的なものとなり、1829年にバリットは何もかも置き去りにしてニューブリテンに帰ることを余儀なくされた。彼が長年積み上げてきた財産も、 すべて奪われてしまった。ニューブリテンに帰ると、彼は旧宅を寄宿生と通学生の学校へと作り替え、2階には望遠鏡と観測機器を設置して観測所とした。ここで彼の17歳年下の弟エリフも学び、また授業の支援をした。1837年にワリットは彼の妹のエミリー、弟ウィリアムを含む30名の入職者を組織し、 テキサス州ガルベストンへと船で向かった。船は到着する、わずか手前で嵐に遭い、さすに座礁した。その後は陸を歩き、ヒューストンへと到着。しかしそこは、新たな入植者に対して、何の準備もされていなかった。彼らはテントでの生活を余儀なくされたが、すぐに、黄熱病が流行し、バリットやその兄弟を含む入植者たちのほとんどが、黄熱病にかかった。 目的地のヒューストンへ到着した数週間後の1838年1月3日、バリットは44歳で死去した。ジオグラフィー・オブ・ザ・ヘブンズの図版彼の著作の中では、ジオグラフィー・オブ・ザ・ヘブンズとこれに付随するセレスティアル・アトラスが最もよく知られている。セレスティアル・アトラスは日本ではバリット製図の名で知られる。バリットはもともと ユーロナラフィーというタイトルで刊行したかったが、出版社に情報し、ジオグラフィー・オブ・ザ・ヘブンズのタイトルで刊行されることとなった。ジオグラフィー・オブ・ザ・ヘブンズは、星座に関する記述から始まり、それぞれの星座の神話、詩、歴史について詳しく解説されていた。また、個々の構成について、固有名やコード、その他興味深い事柄を書き綴られている。 これらは、読者や生徒が星座を判別するのを容易にするだけでなく、より星座に親しみを持たせるものであった。続くセクションは、太陽系についての内容で、当時知られていた惑星や衛星、水星と、その運行に関する法則が載せられており、食や太陽面通貨に関することも述べられていた。また生徒に向けた問題、そして最後には13の天文表がついていた。 当時の監修に習って、各ページの下段には、生徒に向けて、そのページに関する問題が出題されていた。セレスティアルアトラスは、天の北極付近、天の南極付近、各季節ごとの王道付近、そして全天をメルカトル図法で描いた製図の全7枚で構成されていた。製図には六等星までの構成が記され、各星座はそのモチーフとなった像が魅力的かつ、 躍動感ある姿で描かれていた。これらの製図はすべてバリット自身が描き、彼の監修の下で版が作られた。ジオグラフィー・オブ・ザ・ヘブンズは、1833年の、初めに、コネティカット州ハートフォードで初版が出版され、その年のうちに完売となった。1835年に出版された第2版も、完売し、1836年には、第3版が出されている。 第三版には、スコットランドの科学作家、トーマス・ディックの紹介文が寄せられ、また、イエール大学のオルムステッド教授が、流星群についての短い記事を寄稿しており、両名ともバリットへの感謝の言葉を残している。バリットの死後の版が重ねられ、1841年に、第三版と同じ内容の第四版が出版された後、1844年、1846年、 1849年と版が重ねられた。1852年にはハイラム・マッティソン牧師によってその年の出来事が書き加えられた版が出版された。マッティソンは続く1856年の版で二重星、星団、水星、星雲の図へ80枚を加え、出版元もニューヨークへと移転して出版した。これ以降の版の表紙のタイトルはすべてバーッと、 エ g ジオグラフィ h y of the h となっている。その後も版が変わるごとに、新たな記事が加えられ、1858年、1859年、1863年、1866年、1868年、1873年、1876年と版が重ねられた。1833年から1876年までの16、 の番で販売された部数は合計30万部以上とされる。ありがとうございます。